幸福の科学という、カルト宗教の教祖の、大川隆法という、まあ、ボスがいまして、その大川隆法の元長男でございます。はい、元長男です。大川隆法の元長男です。今は絶縁して、大川隆法から2億円訴えられております、ひろしと申します。 YouTube で、ね、あのひろし3代目復活のメインチャンネルとかやっておりますので、ぜひ皆様、まだ初めての方はぜひご登録ください。はい、今日はですね、こうやって創価学会の、まあ、運営している、公明党のね、本部前でね、こんなことができてしまうというね、素晴らしい機会ですね。はい、私もね、創価学会は、幸福の科学とね、長年、まあ、競合他社としてね、信者獲得にしのぎを削ってきた団体でございますからね、父の隆法から創価学会のマルチというのはね、とてもたくさん一家されておりました。まあ、ですがね、こうやって、この前、西東京市議会議員、選挙で、永井秀和さんの応援演説に行かせていただきました。でも、今日もね、お集まりいただいている方、創価学会に恨みを持っていらっしゃる方がね、たくさんいらっしゃいますね。はい、あの、ご気味を出ますな、創価学会、潰れろ、コメントとかいろいろ持ってらっしゃいますね。いや、これだけたくさんの恨みをね、買ってるってことがね、今日改めて分かりました。創価学会の話を聞いてると、なかなかね、ちょっと、幸福の科学と、すごい同じようなことをしてるなと感じることが多々あります。はい、特にね、やっぱりその、宗教法人格を持って、国民の税金を騙し取ってるということに関してはね、これは、幸福の科学、創価学会だけじゃなくて、統一教会、エゴマの承認、その他ね、検証会とかいろいろありますが、全部のカルト宗教がね、我々国民の税金を無駄に使ってるわけですよ。もう見てください、このでかい建物ね、あの、信濃町いっぱいありますよ、建物。幸福の科学の建物もめちゃめちゃ豪華ですよね。あれ、僕のね、私の実家の太鼓館という、幸福の科学太鼓館という郷土連があるんですが、港区白金4の6の2、港区白金4の6の2ではね、Google マップで検索してください。ありますが、総工費ね、何百億円かかったんですかね。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ無駄遣いしてます。地上4階地下で書いてあってね、で、年間の費用が1億円以上かかると言われてます。こんなことに我々国民の税金が無駄に使われてるんでしょう。許せますか？私は、今年の4月の、統一地方選で、渋谷区から立候補準備中でございます。なぜ私が政治をやろうかと思ったということなんですが、統一教会の事件が起きて今、テレビ等々で報道されています。カルト宗教を潰そうという機運が高まっています。この機を逃したら絶対ダメだと、この機を逃したら大川隆法をぶっ潰すことができないと思ったので、今回選挙に挑戦することにしました。はい、ありがとうございます。こうやってね、はい、今日もこんなにたくさんの、もう数え切れないですね。もう何百人いる、下手したら1000人超えてるかもしれませんね。大川隆法が幸福実現党を立ち上げた時に街頭演説やっても、こんだけいっぱいの人は来ませんでしたよ。オワコンですよ、隆法ちゃんは。幸福実現党こんな人は来るんですからね。本当に今日は皆さん、もうこんな寒い中ね、こんな長時間来ていただけると本当にありがたいことだと思います。私はね、永井秀和さんの、応援です。そして今日はですね、黒川幹事長の、まあ、いろいろね、私も選挙で今、あの、お手伝い、まあ、応援していただいてます。なので僕は、黒川さんへの義理をね、絶対果たしたいと思って、いろいろ言われました。あの、僕は行けだとかね、なんかいろいろ圧力はかかりましたけども、そういうの関係ないと。僕はもうとにかく黒川さんにね、この前、まあ、永井さんの時に、いろいろ、あのご支援していただいたので、そのご恩を返したいと思ってね、この場になってます。今日いらっしゃる皆様ね、いろんな主義主張あるの分かります。いろいろね、今までの素晴らしい演説ありがとうございます。僕もね、初めてお会いするようなね、あの方々の思想等を聞いてすごく勉強になりました。いろいろ皆さん裏に持ってると思います。創価学会だけじゃなくてね、他の宗教検証会だったりとかね、あとはいろいろさっきのね、なんか講師の話とかもありましたけれども、いろいろ裏にあって、でそれぞれ違っていいと思うんです。違っていいと思うんですけども、一旦こうやってね、今日創価学会の、ぶっ壊す会に集まってるんで、一旦カルト宗教をぶち壊すというね、この運動に皆様の力をね、貸していただければと思います。一個ずつぶっ壊していきましょう。今統一教会がぶっ壊れそうですね。次エホバの証人、次幸福の科学、創価学会はおそらく最後になると思います。最後になるかもしれませんが、ですがね、皆様の力を一致団結して、カルト宗教から宗教法人格を剥奪して、我々国民の税金を無駄遣いしているこのシステムを変えようという、そのためにね、私は立ち上がりました。いろいろ主義主張を違ってもいいと思います。でも、こうやってね、仲間のためには手を組みましょう。仲間同士でいがみ合ってね、なんかそこに行くなとか、あっちの浜辺に着くなとか、そういうくだらないことはやめましょう。みんなでね、手を取り合って、もうちょっとくらいなんか考え違ってもいいじゃないですか。もうそれぞれね、皆さんのぶっ壊せるものをぶっ壊すために、手を組んで仲間のために戦いましょう。だから本当にね、今日は創価学会に恨みを持っている人がね、これだけいるんだということがね、分かってすごく勉強になりました。私もね、
実はですね、ちょっと黒川さんにお願いすることがございまして、今回ね、公明党のね、前でこれだけ皆さん集まっていただいて、解散デモということをやっておりますが、これ、幸福の科学の大川隆法のね、京都殿の港区白金4の6ビルの2の大御館の前をやりたくないですか？やりたいですよね。大川隆法の豪邸、国民の税金をジャブジャブ使っている豪邸、年間維持費1億円以上使っているこの豪邸の前でね、私は大川隆法の息子ですから、ですから凱旋禁止命令が出ないんですよね。自宅に帰るだけですから、お父さん家に寝てよって言ってるだけですからね、別に何のね問題もないわけです。大御館の暗証番号で1ヶ月に1回変わっちゃうんでね、4桁の番号があるんですけど、だからそれ知らないと僕は入れない人間はね、だからパパ家に入れてよっていうことでね、実家に帰るの皆さんがね、応援してください会議なのね、やりたいと思ってね。実家にデモってなかなかないと思いますそう、実家にデモってなかなか、はい、100人は絶対超えるね。いや、そうですね、ちょっとなのでぜひね、今日来ていただいた皆様、すごくね楽しかったと思うんです。なので、この楽しい思い出をね、ぜひ次は港区白金4の6の2、港区白金4の6の2のね、